なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。異世界ライフ、異世界のんびり農家167、白人と移動168、いろいろやってみた朗読を始めます。異世界のんびり農家、確認と移動。移住組には一村一の村に住んでもらう。そこで問題となるのが彼らの世話役の選定と、これまで一村の管理人をしていたニニダフネたちをどうするかということ。とりあえず移住組が来る前に話し合いが行われた。話し合いに参加したのは俺を含めて4人。ニニダフネ代表イグ、いつも通り切り株の姿だ。ニニダフネ世話役、獣人族のマム、そしてなぜか会議室の椅子に座っている酒スライム。カウントするかどうか悩んだが、3人だと寂しいのでカウントした。話し合いといっても基本はイグたちの要望を聞くだけだ。それでこうだった時はこうしたい、こういう時はこんな感じでと、いろいろなパターンを想定しながら希望を聞いた。ちなみに酒スライムは途中で飽きて寝ていた。そして移住組が到着した現在、本格的にどうするか決定した。今はその決定の連絡をし、質問を受け付ける場。場所は宿の1階、歓迎会をやった広間。参加者は俺、イグ、マムの3人と移住組の20人。移住組全員が参加するのは移住組のリーダーの希望だ。今後の生活に直結する話なら聞かせておきたいし、何か意見が出るかもしれないからと。隠すような内容はないので許諾。互いに改めて自己紹介をした後始まった。昨日の歓迎会で一部の方には伝えていると思いますが、あなたたちにはこの村の西にある別村、一村に住んでもらいます。連絡のメインはマム。俺がやろうと思っていたが遠慮してくださいと笑顔で言われた。一村には多くの空き家があり、一家族に一軒の家を与えることができます。マムの言葉に移住組の者たちがおっと簡単の声を上げる。一村にはこちらのニニダフネ族が村の管理のために住んでいます。一村に住む者が来た段階でその役目を終える予定でしたが、20名では住民として少ないと判断し、そのままニニダフネ族が生活を続けます。それは共同生活をするってことでしょうか。移住組の一人が手を挙げた後に質問をする。共同生活といえばそうとも言えますが、ニニダフネ族の生活は人間と大きく違います。簡単に言えば家での生活よりも野外での生活を好みます。すみません、よくわかりません。質問した者が恥ずかしそうに答える。ニニダフネ族は珍しいのもあるだろうが、元いた場所に亜人系は少なかったらしい。失礼しました。では鶏を知っていますか。ええ、牛は。もちろん。同じ牧場で鶏と牛を放し飼いにする感じと思ってください。その説明は分かりやすいのだろうか。同じ場所で牛は牛の生活を、鶏は鶏の生活をするということですね。おお、理解したようだ。すごいな。どちらが牛でどちらが鶏だとは言いません。種族が違うので生活習慣が違います。そのあたりをうまくやってください。マムの言葉に移住組の者たちは少し迷いながらも分かりましたと返事をしてくれる。あなたたちの世話役、簡単に言えば要望や不満を伝える窓口ですね。それは私が担当することになりました。よろしくお願いします。マムが頭を下げると移住組の者たちも頭を下げた。世話役をどうするかで少し悩んだが、マムが積極的に手を挙げた。同じ市村に住むのだから今回の移住組も担当したいとのこと。ニニダフネのイグからも賛同されたので承認。当面食料の供給は行いますが、皆さん料理はできますか。マムの質問に移住組の者たちが少し困惑。理由を聞くと、それなりに料理はできるが、見たこともない食材が多くてどう料理すればいいかわからないらしい。わかりました。
しばらくは料理をできる人を借りましょう。村長、貴人族メイドかハイエルフを何人か貸し出すことになった。ニニダフネたちは料理を食べるけど料理はしないからな。では当面はあなたたちで共同生活をしてもらいます。代表はリーダーさんのままで構いませんか？マムは連絡事項や確認事項を一つずつ進めていく。なんだかんだで時間がかかった。では、連絡は以上になります。何か質問はありますか？はい。リーダーが手を挙げる。村での生活に関しては大体、わかった。ただ、俺たちはどんな仕事をすればよいんだ。こちらの希望としては農業ですが、全員に農業の適性があるとは考えていません。風主からも農業従事者を集めたとは聞いていない。いろいろとやっていただき、来年の春までにこういったことがしたいと決めてくれたら、と考えています。やりたいことによって村から追い出されたりは、そういったことはしません。しませんよね。マムが俺を見る。しないと返事。ただニートは困るな。働かざる者食うべからず。難しく考えず、今年はここでの生活に慣れることを優先してください。あとはいくつか質問を受け、連絡質問会は終わった。しかし解散にはならない。市村への移動があるからだ。市村への移動、なんだかんだで結構な距離がある。徒歩で行くのは時間がかかる。それに移住組の者たちは荷物がある。荷物といっても家具、食器、調理器具などはこちらで用意すると風主に伝えておいたので、各自の着替え程度だが、それらを持って歩かせるのは気が引ける。問題は移動手段。俺はラスティに頼んで運んでもらおうと思っていたが、マムに却下された。大樹の村との距離感を教えておきたいからと。そこで登場したのが馬車。冬にサスペンションを搭載した馬車はマイケルさんに返したが、その後で3台の馬車が村に持ち込まれている。サスペンションを搭載する改造はすでに終わっており、あとはマイケルさんのところに送るだけなのだが、その際にハクレンの妊娠が発覚して送るのが伸びている。その馬車を使う、いやいや納品するものを勝手に使うわけにはいかない。使うのはその馬車を見て山エルフたちが村で自作したもの。そっくりに作るかと思ったが、各種改造がされており軽量頑丈高性能な出来になっている。しかしサスペンションはマイケルさんの依頼の馬車に搭載するので使われず、板羽を採用している。板羽は簡単に言えば木の弾性を利用したスプリング。技術的には存在するらしいのだが、マイケルさんの馬車には採用されていなかった。魔法があるからそういった技術が広がりがたいのだろうか。特許とかないよな。フラウやマイケルさんたちからそういったことを聞いた覚えはないし。ともかく板羽搭載の馬車が1台。これには御車席を含め最大8人しか乗れない。なので馬車の後ろにリアカーのようなものをくっつける。荷物の輸送用として積載量重視で作ったものだ。残念ながらこちらにはサスペンションも板羽も搭載されていない。しかし10人は乗れるだろう。これをケンタウロス族4人で引っ張ってもらう。それでも足りない分は馬とケンタウロス族に頼む。つまり移住組の20人は馬車に8人、後ろのリアカーに10人、ケンタウロスに2人、分散して乗ることになった。熱いじゃんけん大会が行われた。ケンタウロスたちの前だから露骨に残念がったりはしないが、目尻の涙が隠せてない。そんなに怖くないぞ。俺はケンタウロス族のグルーワルドに乗ることになった。馬にはマムと切り株姿のイグが同乗。周囲を黒の子供たちが護衛として取り囲むフォーメーションで出発となった。馬車とリアカーが重いのでゆっくりとのんびりした速度で進む。馬車で各村をつなぎ楽に移動できるようにすれば便利かな。定期馬車だ。ああでもミノタウロスたちは乗れないし、ケンタウロスたちは自力で走った方が早いよな。やるとしても市村と大樹の村だけか。誰が乗るんだ。
移住組の者たちがそう頻繁に移動しないよな。強いて言えばマムぐらいか。それなら馬を貸せば済む話だしな。定期馬車はしばらくお預けだな、などと考えていたら市村に到着した。村には4人家族で住んでも十分に広いと思える家が並んでいる。移住組の者たちのテンションが上がるのが感じられた。しかし目線を落としてビクッとしていた。村にいるニニダ船たちの横に市村を守っている黒の子供たちと座布団の子供たちが並んでいたからだ。並ぶと結構な数がいるなぁと俺も実感。紹介します。マムは笑顔で互いの紹介を始めた。住む家は自由に選んでいただいて構いませんが、喧嘩はしないように。希望がぶつかった時は話し合いで決めてください。移住組全員に集合場所となる広場と井戸、トイレの場所を教える。大丈夫だとは思うが、井戸とトイレの使い方の説明。排泄は必ずトイレで、トイレの後は必ず手を洗うこと。これは最重要です。衛生面を考えると当然のことだ。病気で村人の大半が倒れるとか考えたくもない。村の中心にある大きな木、あれはこの村のシンボルです。いたずらはしないように。またこれから生まれてくるあなたたちの子供にもしっかりと教えてください。あそこにあるのは社です。祈りの場ですね。創造神様。もう一つは農業の神です。マムが一通り説明を終えると、移住組の者たちはペアで住む家を決めるために行動を開始する。即決するペアとじっくり選ぶペア。性格が出るな。ああ、祈るのは後で良いぞ。早く選ばないと良い家が取られる。村長、あんな感じで大丈夫でしたでしょうか。十分だろう。これからも頼む。はい、頑張ります。それとイグ、これまで村の管理助かった。これからも頼むぞ。お任せを。切り株姿でも頼もしい。俺たちを運んでくれたグルーワルドたちは馬車を切り離し、リヤカーだけを引っ張って大樹の村に戻った。移住組の当面の食料と料理を教えるものを運ぶためだ。ついでにスライムを何匹か運んでもらう。ニニダ船たちは排泄をしないので市村にはスライムが少ない。食べるだけ食べて排泄しないのは不思議だが、木になったり人の姿になったりと存在自体が不思議なので深く考えない。そういったものと考える。あの家はニニダ船たちの家か。一軒の大きい家がニニダ船たちの家として先ほど説明していた。はい、ニニダ船たちは野外生活を好みますが、物品の保管には家が必要ですから。ニニダ船たちが物品の保管。少し疑問に思ったが、報奨メダルや報奨メダルで交換した品のことだと気づいた。家がないとそういったものの保管ができないか。あと衣服も。なるほど。ニニダ船が人の姿になると全裸スタイル。村で生活するには困るので、人の姿の時は服を着用してもらうように頼んでいる。着衣が習慣ついたものもいるが、大半が着衣が面倒なので木の姿か移動用の切り株スタイルでいる。人の姿になれば美人なのにな。1時間ぐらいでグルーワルドたちが帰還。早いのは馬車を切り離したからか、遠慮がないからか。スライムたちは元気そうだが、料理を教える役目を担うハイエルフが2人、少しぐったりしている。リアカーにもサスペンションか板バネを搭載すべきか検討しよう。荷下ろしをしていると移住組の大半が住む家を決めたようだ。なんだかんだと移住組は笑顔。その笑顔を維持してほしいものだ。マムも言っていたが、当面はここでの生活に慣れてもらうこと。今日の予定は夜に市村での歓迎会。昨日の歓迎会と違うのは、昨日はまだ彼らはお客様だった。俺は住む家を決めたペアを呼び表札を渡す。昨日の歓迎会で名前を聞き、今日のために用意した。これを受け取ると同時に、彼らは市村の住人だ。苦労も多いだろうが頑張ってほしい。
異世界のんびりの丘、いろいろやってみた。一村一の村の移住者たちはもともとは町で生活していた。しかし特定の職に就いていたわけではないので、何ができて何ができないかわからない。なのでいろいろとやってもらった。まず仮、全員が完全武装しても牙の生えたウサギ一匹に勝てなかった。これには俺も驚いたが、村の防御を担当している黒の子供たちが一番驚いた。衝撃を受けたと言ってもいい。こんな弱い生物が今までどうやって生きてきたんだと俺に目で聞いてきた。いやいや、俺も似たようなものだから。すぐに市村を守る黒の子供たちの数が倍に増えた。牙の生えたウサギが一匹でも村に侵入すれば全滅もありえるからだ。心持ち真剣な顔になってたように思える。負担をかけて申し訳ない。同時に座布団の子供たちも増員された。枕と同じサイズに成長した個体が4体。村の四方を守るように寝床を作っている。よろしく頼む。戦闘の指導者というか防御の面の強化としてリザードマンが2人、しばらく常駐することにもなった。移住者たちの安全のためにも頑張ってほしい。次に建設関連、これまでそういったことに関わったことがなく、まるっきりの素人。その上、格段の力持ちというわけではないので苦労している。料理を教えに来ているハイエルフたちが丁寧に教えているが、なかなか成果は上がらない。俺が加工済みの建材を用意し、あとは組み立てるだけの状態にしても時間がかかっている。ちなみに初作品は1日持たずに倒壊した。酒造り、ドワーフたちの熱心な指導に全員がギブアップ。ドワーフのイメージ通り頑固一徹な感じだったからな。怖いし、酒を一滴も無駄にしないという鋼の覚悟を持っていなければ作業に加われないと思った。砂糖絞り、油絞り、パワー不足。獣人族の男の子たちに負けるパワーって、いや、絞り器を改良するから大丈夫。落ち込むな。小物作り、これは何人かが才能を見せた。まだまだ荒削りだが鍛えれば物になるだろう。発酵食品作り、これは全員が作業できた。匂いには強いらしい。最初に完成品を味わったのも大きかったのかもしれない。鍛冶、鍛冶には鉄を通ると貸す釜釜が必要。釜を作るのに時間が。ハイエルフや獣人族のガットが機器として作り上げた。それだと移住者たちが成長しないぞ。でもって鍛冶は。移住者たちは早々に脱落し、ハイエルフと獣人族のガットが占有状態。体重の村の釜じゃダメなのか。体重の村だと夜の作業ができない。騒音問題で俺は遠慮しろと言ったな。同じ理由で夜の作業はここでもやめてやれ。火の温度を見るのは夜じゃないとダメ。そういうものなの。ムー、胎児の村の離れに大きな火事場を作ることで決着した。現在市村の窯は移住者たちの手によって焼き物に利用されている。焼き物ができるようにも窯を作っていたことから、元から占有する気はなかったのだろう。焼き物、小物作りと同じく何人かが才能を見せた。今回の移住者はパワーはないが器用なようだ。農業、全員農業は素人。知識的レベルも種をまけば勝手に育つんじゃないのかだった。なので現在は俺が畑を作り、その世話をしてもらっている。畑はそれほど大きくせず、彼らで無理なく作業ができるサイズに。そして閣下の裏に家庭菜園的なものを作る。こちらの作物はできるだけ閣下の希望に従う。まずは育てる楽しさ、そして収穫の楽しさを覚えてもらわないと。厳しいのは後回し。谷もいろいろとやってもらった。どの作業も頑張っていたが、まだまだ経験不足。そりゃそうだろう。俺だって何でもかんでも最初からできたわけじゃない。逆に来たばかりでうまくやられるとこっちがへこむ。目的はうまくやることではなく、何ができて何ができないかを知ること。そして
いろいろとやった中でやりたいことが見つかればよいなぁ程度。考え込まないように、今日は俺が手料理を用意しよう。移住者たちの代表が改めて選出された。これまでリーダーだった男、ジャックだ。なんとなくリーダーだったのが、はっきりとリーダーになったというところだろうか。そして市村での生活もかなり安定してきた。同じ村で生活するニニダフネたちとも仲良くやっている。トラブルらしいトラブルは、ニニダフネがうっかり全裸で歩き、それを見てしまった男が妻に責められるとか些細なことばかりだ。村内で収まるし、マムが対処している。最近ではミムラのミノタウロス族、ミムラのケンタウロス族とも交流を始めている。最初の頃は会話も怪しかったが、今では自分たちから積極的に話しかけているそうだ。良いことだ。俺は俺で仕事がある。残念だが市村ばかりに関わっていることもできない。あとはマムやニニダフネたちに任せ、大樹の村に戻る。ハクレンの妊娠を祝いに来たドラゴンたちは帰っている。ドースが最後まで粘ったが、雷鳴連に引きずられていった。俺も娘、ティゼルが結婚したりすると、ダメだ。涙が出てくる。考えないようにしよう。畑の収穫はまだ少し先。俺はそれまでに細かい作業を行う。まずは、リアカーに板バネを搭載。すでに山エルフたちが終わらせていた。多分、俺が作るより高性能。なので、ハイエルフやガットが望んだ火事場を作る。場所はすでに選定されており、居住区の南側に作ることになった。大きな釜がまず一つ。これがメインではなく、これから作るメインの釜のためのレンガ作り用の釜。魔法を多用し、大量のレンガを作っては乾燥。その間に、燃料となる炭焼き用の釜を作り、炭を焼いていく。なんだかんだで3基の大きな釜が出来上がった。これまでの釜と違い、鉄を通ると貸すことに特化した釜。釜じゃなくロロだな。しかし、なぜ3基も、温度と扱う素材を変化させるため。あ、うん、必要なら仕方がないな。報奨メダルも出しているし。でもって火入れ。ガットが一番喜んでいるように見える。ガットはハウリン村の村長の息子。ハウリン村は採掘だけでなく家事もそれなりに盛んな村だからな。多分ここの責任者にガットがなるだろう。いや、すでにそうなっているな。村長、まずは火の神を作ります。火の神は鉄で作った炎をかたどったもの。ハウリン村の慣習慣習で火事場の安全祈願に一番に作らないといけないものらしい。ガットはハウリン村から仕入れた鉄塊を溶かし、あっという間に作り上げた。見た目はシンプル。縦に長い鉄の板の真ん中をぐるぐるっとねじったような感じ。立たせるため板の先を曲げると、現代アートみたいだな。村長、次に作るものが初作品になります。何が良いですか？自由にしていいと思ったが、ガットの目が真剣だったので考える。俺が火事場で連想するのが刀鍛冶。じゃあ刀、剣で。剣ですか？うん。ダメだったか？いえ、村長からそういったものが出るとは想像していなかったので。わかりました。剣を打たせてもらいます。剣、火事場のシンボルとしては悪くないだろう。武器屋って思われるかな。個人的には剣よりも刀を打ってほしいが、外資とか南鉄とか鋼鉄とかよくわからん。知っている理屈を今度やんわりと話してみよう。あとは任せた。これまで小さな火事場はあったが、今回できた大きな火事場によって鉄製品が手に入れやすくなった。修理や補修もしやすくなる。なんだかんだで鉄製品は必要とされるからな。ただ採掘した鉄鉱石の買い取りは増えるだろうが、ハウリン村から購入していた鉄製品が減る。ハウリン村に何か補填してやらないと向こうの生活が困るだろう。当面馬車用のスプリングはハウリン村に発注を続けるが、今度ガットと相談しよう。なんだかんだで1回目の収穫の時期。今年も豊作だ。
それを喜びながら暑くなったと実感。そろそろ祭りの季節だ。今年は何をするんだろう。次回は異世界のんびり農家169ジャック前編、170ジャック後編。高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。